はい、ゼロ、濡れガラスの巫女。3の種族からですね、弔い写真の情報を探す。操作キャラが変わるのかな。北条蓮でいいのか。最初に依頼してた人ですね。フィクション作家。受け取った弔い写真の中の1枚に目を奪われた彼は、自らもその写真について調べるため、家に伝わる写影機を電子。家に伝わる射影機。助手の、なんだろう。ルイ。鏡屋ルイかな。配慮官に向かう。アイテムは、前と同じで、持ってるもんでいいでしょ。北条蓮だって。怖えよ、この写真。人形じゃねえ。祭りの夜に少女を殺したという記憶に苛まれていた。密かに鏡を依頼した蓮は、弔い写真を収めた写真帳を受け取る。夢と同じ祭りの光景が収められていた。助手の鏡や類を連れ、自ら写真が発刊された廃旅館へ足を運ぶ。旅館か。夜？昼？昼に行こうぜ。君のためを思ってだ。何通写真だ。見ちゃいけないやつでもないか。何でしょう。巫女かな。何。一緒に終わってくれますか。おいおい、取りつかれてんじゃねえか。綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。あれ？心ここにあらずですな。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか。夜だ。ああ、なら射影機を持っていきますか。持っていけます。まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。なんやこれ。あそこは良くない場所だと聞いていますから。随分と、ああ古いタイプかこれ。とりあえず取るも取ってると。複眼射影機。お、体力が分かるようになった。いいですね。死後写真、あるいは没後写真。亡くなった家族、恋人の姿をその美しさが失われる前に写真を収め、とどめおく。ああ。日本では弔い写真と呼ばれ、撮影された写真は今もわずかながら残されている。へえ。魂を抜かれるというような迷信について。なんか聞いたことあるな。この写真機は射影機といって、私が使っているものと同じありえないもの、つまり目に見えないものを映し取る非常に珍しいカメラ。ああ、複眼タイプは初めてだよな。確かに不幸に見舞われるという噂がある。まあいい目には合わんよな。私の射影機も亡くなった影目の人の家にあったものをご家族の了解で譲り受けたもの。ああ、この射影機、蓋が壊れてしまっているけど、もともとは箱のような形をしていたようで。はあ。で、ソファーのこれか。
日神山で見つかった弔い写真と同様の品、関係する文献の存在を調べ、可能であれば入手するものに対していろいろ取ってきたと。取り寄せた本、あれか。巫女殺しの伝説。霊山と崇められてた山にはたくさんの巫女が住み、山の祭事は全て巫女によって執り行われていたと。巫女に恋した男が山へ分け入り、巫女に言い寄ったが、神に仕える巫女はその男の申し出を断り、男は怒りその巫女を殺し川へ流した。なんてこと。男は松明とナタを手に突如山に現れ、山にいる巫女すべて惨殺し、同じように川へ流した。へえ。巫女たちの目はすべて潰されていた。最後は自害したのね。それ以降山には全身が濡れた巫女の霊が現れ、訪れた者を死へと誘う。実際にあった事件をモチーフにしていると言われている。地元の古い記録に多くの巫女の死体が見つかったと記録があり、それ以降山での神事は行われなくなったと。ああ、ね、手帳、ああ助手の先生は探すのが苦手な人。ああ、これまで見たことがなかったものが出てきた。ひそかさんの言っていた見えなくなっていたものということ。古い箱に入れていたもの、あれは何だったのだろう。いつの間にか消えた。わお。そろそろ日が暮れ始めます。急がないと。ああ、行くか。行こうか。到着は夜ですね。氷上山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。もうダメじゃないか。大間が時に山に入ると山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。よくないですね。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。ですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか。一度試しておいた方がいいと思います。いいこと言った。複数枚の写真を連続撮影。連写で4枚の写真が連続撮影され大きなダメージを与える。ああ。フィルムは多く消費するよね。通常の強化レンズを装備できない。じゃあ撮りますよ。無限にしとこうね。縦で撮ろうね。なるほど。綺麗に撮れました。バッチリバッチリ。どっちなんです。そうな、評価もまた変わってる。ああ、ある程度は一緒か。影見できないか。やっぱこの旅館の旧館、奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、氷上山全域で大きな地滑りがあり土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは、ね、旧館の建物みたいですね。ああ、そうらしい。ここでいいの？絶対違うよね。マップを見ようよ。ちゃんと旧館あっちか、新館がこっちか。
休館にはどこに行けばいいんですか。この先森でしょ。ひとまずあっちでいいのかな。じゃあここだね。ここの手前で始めてくれたらよかったのに。あ、いや、じゃあ探索しましょうか。いやだな、もう。前来た時もなんかいたよな。あ、遮影器が反応してる。お前もできるんかい。まあいいけどさ。だ、誰を追ってるのこれ。あ、なになになに、今の何、アイテム、どこかにアイテムってこと。水に沈んだ女、学生服かなあれ。もう見えない、見ちゃいけないもの見えてんだけど、なんかあったのかなこの先に。そうでもない、近寄らん方が良かったかな。廃材が折り重なってる。あ、戻りましょうか。こっち側を、ここ左にいたよな。無視しとっか。はい。整備扉が閉じた。風で動くような弾か。うわっ。陰に佇む女。男、女、学生と大人の人っぽいけど、何何、今度は何、あっちになんかいるの。やめてくれよ。アイテムに反応してるでいいんだよねこれ。回復薬だね。ちょちょちょ、アイテムが拾えない。なんだ、操作がなんかおぼつかないな。14式、何に反応してるこれ。なんかいるけど、何あれ、闇に誘うて、怖っ。大丈夫な？あれは無視してここ側を見てみようか。先生、あ、ひそかさんに聞いた場所はそっちじゃありませんが。あ、はい。え、じゃあ待って、じゃああの反応なんだったんだ。この辺であった反応なくなった、なくなったか。あの霊に対してだったのか。もう一度最初の部屋を見る。なんかなんだ、音が、気のせいか。この辺りのようですね。そうですね、プレイヤーはなんとなく覚えてるはずですよ。なんか取りたくねえな。回復薬か、回復薬なら。あれ、お前って機械。まんまと釣られちゃったようだ。おー、なんか弱くはないみたいだけど、あ、結構チャージ時間かかんない。やっぱりこれは良くないですよ。何、囲まれてないよね俺、まさか。あ、危ない危ない、どきな、そこどきな、いるぞ。あ、
ちょっと近い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 。狭いとこで平気で来るんだからな。大丈夫かい？何も落とさないんだよね、多分。無限に変えてまた浮遊霊に備えておこう。そういえばここのドア開くかな。開くか。あの人形まだいる？いるね。襖が閉まってるな。開けちゃうか。何もなしか。いなくていいんですけどね。じゃあ出るか。やだやだ、夜になっただけでこんなに怖いか。ひそかさんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。あの部屋でしたね。そう聞いている。ほっ音でびっくりさせないでくれ。襲われそうな気がする。ちょっと構えておこう。射撃が反応してる。ああ。何？普通に撮っていいの？違うね。ロックオンしてだったっけ。操作を忘れすぎている。古いノート。全てを失ってどれくらい経つのか。山の土が旅館の半分を飲み込んだ。あ、誰のものと知れない弔い写真だけが家族の最後の様子が。よそがだっけ、なんだっけこれまあいいや。うん、最後は屋上の展望室がいい。あそこから見える夕日は美しい。あの写真のせいで見える。首をつったのかい君は。特になしか。また付きまとわれそうだね。展望室か。階段上がっていく感じかな。正面にいきなり来るパターンやめてほしいな。めちゃくちゃ怖いわ。というか狭くて嫌だね、ここ。階段あの先かな。マップ的にはどうなんすか。連絡階段、理念室。うーん、よく分からんけど進んでみるか。なんかいるけど、あれ敵じゃね。敵だ待て待て、動きが怖えよ。来ないんかい。しかも今来るんかい。待て、回られた。走って走って。助手助手、ちょっとどいて。あー、しまった、遠すぎたな。あ、待て待て、回られてる回られてる回られてるって、後ろにいる。ちょっと離れよ離れよ。
おいおいおい、ジョシュ君さ、もうちょっと離れよ。あ、危ねえ。あ、まあ、いや、ちょっと追尾されてたか。厄介だね。ちょっとなぜ近寄ってきたし。やったか。ああ、ちょっと取れた？取れてないか。何だったんだ今のは。土砂崩れの後、旅館の主人はこの建物の3階に移り住んだという噂もあります。そこで焼身自殺をしたとか、湖へ飛び降りたとか。よくある話だ。そうですね。おお、何？アイテムの反応でいいんだよね。浸水か。ありがて。3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂が。あ、すみません。3階ね。あ、あ、なんだ、どこだ、どこの反応してんだ。この先か、これか。あ、ちょ操作がおぼつかないですよ。フィルムだね。14式。この先はいけないか。そうだね、ボロボロだからね。うわ、怖い怖い。フィラメントちょっと感覚が分かりづらいな。アイテムあれか。あ、疲労じゃなくて影身が発動したのか。釣り師と穴に釣られた音。襲っては来ないのね、まだ。操作がちょっとおぼつかねえ。わっ。いやー、これめんどくせえな。直前でやっぱ話した方がいいのかな。
余計なダメージを負ってしまわないと。さっきあったっけこれ。いや同じ部屋かは分かんないけどさ、さっきの続き。地滑り以前からおかしいことはあった。遠足に来た学生のうち2人の娘が山で行方知れず、警察呼んだものの捜索は打ち切られた。ところが数日後1人だけ正気をなくしたような状態で発見された。事件性もいろいろ噂されたが神隠しとされてしまったと。はあ、神隠しに先代の父も友人だった民族学者もあった。異常な土地だな。ひとまずこっちに行こうか。扉を調べに行くんだけれど、カメラの感度が悪いのかな。ちょっとこれか、開いてないようだけど。遮影機が反応している。同期撮影。レーシングなどで手に入れた写真と場所や角度を合わせ同じ写真を撮影すると部員を解くことができる。はあ。ここか。角度も覚えないといけないのか。じゃあよくありそうな隠し場所だよね。鍵普通に取っていい。奥の方ね。 OKOK。 あ、ないないない。どこわあ、そっちかい。一人みたいだね。わあわあわあ、ちょっと助手くんさ、助手くんやられたりしないよね。ちょっと広いとこ行こうか。広いけど足取られるな、ここ。まあいいや、背に腹は変えられん。あ、おいおいおい、助手くんさ、助手くん狙っちゃうのね、この。あ、オッケー、やれたね。助手くんデコイにしてやるっていうのもありかもしんねえけど、体力があってやられたら困るしな。まずちょいと走りながら。うわっ、おい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 、や、窓はやばい。おお、別に窓じゃなくても活動できるのね。おーいこいつマジか。そういう動きできるか。あー、やだな、近いな。ちょ邪魔助手くんさ、なんだろう。なんか刺さってないよ。知らんけどさ。お、
嫌な突進をしてきますね、また。体力あるね。避けれなかった。あれ？どこ行った？やったか？無駄だな。主人、あれ主人か。自殺の名所で有名になった。山に入ることは死を意味した。元は巫女森社か、巫女の社だった。あ、上の階か。今のどうやって取るんだ。難しくないか。飛び降り自殺だよね多分。連射しろってことか。いやー、ひどい目にあった。おっ、あ、ちょっと首吊りすぎやろここ。普通に閉じないで入るんだから。ちょっと待ってくれ。オプションでさ、カメラ感度、気持ちちょっと上げよう。モーションセンサーはもう使ってないので、回転が遅いって感じがするから。あ、この先か。お、アイテムだね。なんだこれ。ゴーストハンドいなかったみたいな。鏡石だ、ありがてえ。シリーズおなじみだね。内側で引っかかってる。反対側か。じゃあ、はい、あの男か。山が溶けるってなんすか。近寄って大丈夫。あ、落ちちゃった。旅館主人の衣装、夕日に誘われてる、水に呼ばれている。これは正しいことだ。本当？お前よく覗こうと思うよな。2階の窓ガラスが割れた場所。ああ、そういうことだよね。後ろに立たないでもらっていいか、以上しく。お、開いちゃった。開いちゃったけど、開いちゃったし、なんかいるし。何かを見つめる男。この中っぽいけど、ちょっと外周を見て回ろうか。マップ的にここどこなん？
とまずこのアイテム、ゴーストもいないか。一回フェイント挟むよりするか、手間だけど。回復しとくか。せっかく開けたし、さっきの部屋を見てみようか。全体が黒く焼けぼけている。火事の後でしょうか。旅館の主人はここに移り住んで。お、これか。ああ、下手くそ。結構角度が狭まってたね。なんだ、ノートか。誘われてないだろうね。さっきあったっけ、あんなロープ。いやー、触らない方がいいと思うけど。レイ、あ、誘われちゃったのか。え、何？ルイを救出する。何かいるのか。あいつのせいか。とりあえず走って近寄ればいいんだ。わっちこいつをやるってこと。そういうことか。オッケーオッケー。14式しかないか今。時間制限があるわけではない。あれ、あ、いたいたいた。例えば例の体力って、あれ、どこ行った。あれ、どこ行った。あれ、角度的には、おお、急に来たね。よかった、そんなに次元イベントってわけなかったのか。覚えてないのか。帰りましょう。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ふもとにまで来るのか。溶けるのです。あ、嘘、やるんかい、そのまま。溶けは
地くん。女子くん、またちょっと絶妙に邪魔な位置に。女子くん含めてなんかシャッターチャンスになっちゃってる。くそ、カウンターのチャンスだったな。おー、案外これ一発取ればいけるね。あ、マッチョ。これでいける？ああ。めっちゃ動きが機敏になっとるやん。帰るぞ。帰ろ帰ろ。巫女姿の、そうだね。弔い写真はこの山に住んでいた民族学者が集めていたもの。ああ、ここに移り住んで伝承を調べたってすげえな。水を御神体と祀る珍しい風習がある。ああ、無人となっていた古い社を旅館に返す。こいつ、まあいいや。森の奥にあった彼の家への道すら見つからなかった。ああ。地滑りで崩れた旧館から見つけるまですっかり忘れていたが、今の私のいなくなった先代の気持ちがわかる。この写真は美しい。はあ。旅館の主人が残した写真帳は氷上山にいた民族学者のもので、怨霊に自ら導かれ命を絶とうとしてしまった助手に雨に濡れた巫女と。怖えなぁ。 A ランク。グダグダしすぎたかな。いやー、怖い怖い。じゃあ今回はこの辺でですな。次回は4ん54どっちだっけ？4だね。ではでは。